立命館大学から来ました曽根高木です。よろしくお願いします。九州産業大学から来ました金田博です。よろしくお願いします。まあ自己紹介から入らせてもらったんですけど、対談ということで。じゃあプレーの特徴お願いします。プレーの特徴はまあビルドアップのところでしっかりチームを動かすってところが自分の特徴かなって思います。なるほど。自分は常に、点を取れるようなポジションに、いて、はい、点を取ってチームを助けるとかそういうようなプレーが特徴です。はい。かしこまってるな。何か。じゃあこの入団の決め手はここに。すごくこのチームが目指してるサッカーっていうのが、自分のスタイルに合ってるんじゃないかと思って、いろいろ坂本監督にだったり相談しながらここに行きたいなと思って決めました。まあ、俺はもう一緒な感じで、その監督の目指すサッカーっていうところに魅力を感じて、まあ、それは自分のプレースタイルとかにも合うかなって思って入団を決めた感じかな。じゃあ、来てこの街のいいところ、街のいいところなんかある。こう来て間もないけど、これ言えんのよくないしな。街のいいところ、まだタカはまだ1週間経ってない。1週間経った。街のいいところ、あ、海が綺麗なところで、初日来た時にジョギングで海まで行ったんですけど、その時海めっちゃ綺麗やったん で釣りとかしても結構釣れるって聞いたんで、それはめっちゃ魅力的だと思いました。自分は、九州出身なんで、その雪をなかなか見ることがないんですけど、こっちめちゃめちゃ寒くて、雪が来た時もうずっと雪が降ってて、なんかちょっと楽しい気分になりました。楽しい気分だった。寒い、めっちゃ寒い。や、そう、見ないから。話はなかったけどな。全然見ないから。雪は見るけど、めっちゃ寒いけどな。不便とかなかった？不便、まあなんかこう朝とか起きたらその車にこう雪が詰まって、なんかそういうのはちょっと不便だなと思ったけど、まあなんかちょっと興奮しました。雪で興奮せんな俺は。興奮せんかったらなかなか見ないから。じゃあ最後にまあ、高とひろ、まず高から今シーズンのこう目標というか、こう、まあ、どういうふうに取り組んでいくか、最後一言お願いします。まず、まあ、チームが JFL 昇格を掲げているっていう中で、自分自身もその目標に対してしっかりと貢献できるように日々の練習から全力で取り組んで、まあ、試合でも結果を出せるように頑張りたいなというふうに思います。じゃあ次ヒロ。はい。このチームが目指すサッカーっていうのを、その自分が、体現できるように、ゴールアシストだったり、目に見える結果でチームに貢献して、JFL 昇格できたらなと思います。はい、ありがとうございます。ありがとうございました。